うっす。戻ってきた感あるな。見てくれこれを、この夕日を。そして前から3番目の棺を見てくれ。棺が勝手に動いてる。向きを合わせて。しかもこれ見てくれ、町の人をこう、町の人の近くを通ったら、あ、嫌がられた。まあそりゃそうか。棺を知らない人の棺を打ち当てられたらそれは嫌がるか。無理からの話だそれは。最高。そして俺は考えた考えに考えた結果、さまよう鎧のいるところでレベル上げをしたら一石二鳥になるようになるのではないかと。私はそういった考えに至ってしまった。バッチリでいいよね。この隙に酒をつぶわ。もうやめろ天空。なんで天空を使うんだよ。何かかかってるならともかく、なんで天空を使った今。作戦 なんで天空使ったんだよマジで。これ言っても無駄かもしれんな。これこれ言っても無駄だ。これ天空の剣食べた入れとこう。あんまりねマジにならない方がいい。この AI に対してこの AI、あの想像を超えて はるかにアホだから、もう早い段階でもうそういうものだと見切ってしまった方がいい。もう俺は顔を赤くはしないぞ、そこのリンゴ野郎のように。あんまり持ってねえな。いや鎧倒すっつっても結構強いし、それに何回も倒さないといけないから時間かかるんだよな。まず期待できない。64分の1ぐらいだから、多分おそらく64分の1ぐらいだから、まず期待できない。お、賢さついに3。賢さがついに20超えた。アホが、アホの賢さがついに超えたぞ。これで全員言うこと聞くようになった。見ろこの金星の取れたキャッシュのせいだぞ。運の良さ76、攻撃力79、守備力75、最大 HP 72だぞ。金星がすごい。そしてさっきからアプールのこの身の守りがすごい。こいつ何も装備できねえ代わりに身の守りがすごいな。さすが何も装備できないけど。さあこれで、え、アプールなんか MP ゼロなんだけど、なんだよ。まあこいつこれで言うこと聞いてくれるから MP ゼロは惜しい。ちゃんと MP は持たせておこう。トゥトゥテン、トゥトゥテン、トゥトゥテン、トゥ。ほらここじゃねえんだよ。もったいねえだろエンカウントが。もったいねえだろ。どうせだったらさまよう鎧とエンカウントしたよ。さまよう鎧とエンカウントすれば64分の1という希望は出る。期待値だから、これは期待値を得る。期待値を得たいよな。8回くらい、1日8回戦うと8日で仲間にできる計算になる。じゃあ少ないね、8や16だな。いやまあ16ちょっと多いな。やっぱ8だな。バランスの8だ。バランスの1日8回口説き落としに行こう。さまよう鎧を、まあ戦力になるのかわからないやつを長い時間をかけて口説き落とそうというわけじゃない。戦力になれそうなやつを、なるやつを口説き落とすわけだから、その投資は、この投資は無駄にはしないと。小回りは効くね。 K に乗ってそうだよな。マッシュ全員 K だよこいつら。まあ、キャッシーは普通車かもしれない。
こいつが晴れたんだ。こいつは裸だからな。じゃあガンガンにしてみるか。多分ガンガンにしても、うん、違う。アップルも、多分ガンガンにしても変わんないから。ガンガンにしてもバギア使わねえだろ、多分。お、180、やはりいいな。やはりお前ら持つもの持ってるな。薬草は？一応付き合ってくれるんだな、ここに。じゃあこいつら役だったらこっといけないんだ。そっか、じゃあ今のうちだな。今のうちじゃん。じゃあ今日16行こう。開幕スペシャルってことでさ、じゃあ薬草もっと持ってくれよかったな。お弁当もうちょっと作ってくれよかったよ。開幕スペシャルだ。いやもうお前らいいよ。で全員命令にして個人逃げだ。もうこれ全員逃げるだろ。ようやくリンゴが日本語話すようになったよ。ここでいいんかな。ここだっけ。あ、違うわ。右上だ。記憶が。よし。これ3回ぐらいから出るんかな。2回なんか出ないよね。ドラゴンキーツ。まあいいだろ。アブールの攻撃力に注目。マシとそんなに変わらなかった。お前は鋼の牙だろ。マッシュが92でアプールが95とほとんど変わんねえじゃん。ほとんど変わんねえじゃんつか、チェーンクロスの性能おかしいよ。全体に攻撃できるんだったらもう攻撃力なんてマイナスでもいいぐらいなのに。攻撃力鋼の牙とそんな変わんねえからな。ここら辺がガバガバなんだよ。でバギーだな。バギア。いやもうそんな大したことねえけど、まあでもないよりマシか。ないよりマシグレーだけど。あ、そうか、これ別にバラバラに神経質に攻撃しないでも勝手にターゲットが変わってくれるんだ。大パーツみたいなやつばっかりやってたせいで、ほんと最近ずっとそれだったからな。もうお前らいいよ、もう特にスライムないと。スラナやもういいよ。キャシー回復しよう。やっぱ女の子だからな、この中では。いやでもこの中であった。今まで比較対象がいなかったから唯一の女の子だったけど、もう今や浮き彫りになってしまっている、その緑坂が。そばよ鎧結構出てくるの。おしかもまだ気づいてないぞ。これで気づいてないってどういう状況なの。横見てるの、確かに横見てる。みんな揃って右見てるから、この隙に行く。よし、まあバギー役に立つよ。嘘だろ、一発ってここまで来て最初の一発って、しかも余計なやつが残るし、もう本当に一発ってお前。いや満タンにしてたろ俺。また戻んねえといけない、そこまで。そう、もう上がったんか。なんか覚えたな、今。何覚えた？てか、覚えるんだな、まだ。何覚えるの？真飛行機。あ、じゃあこれ、どんどん増えていくんだ、枠が。じゃあ、頑張れ、もっと。真飛攻撃。まあ、麻痺は役立つかもしれない。どうせ逃げるだろうな。どうせ逃げるだろう、分かってんだよ。知らん。お。やっちまいました。すいません。これ何かやっちまいました。1350。でも他のやつも結構持ってるからね。とニヒルに決めてみる。今日の俺は。渋く行くぜ。
ニヒルに決めていく。まあ他のやつらも結構持ってるからな今は。最近は渋く決めるぜ。しかしこれで体力増えたから、あのクソ野郎のクソ鎧に食らっても大丈夫。ここだな。4階の方がいいかな。なんか4階の方がよりさまよってそうだな。お、いいんじゃないかこれ別に。まあいいんじゃないか。3階で。くそ、見てるだけで腹立ってくるなこいつ。さまよう。あ、でもや、あ、柔らか。柔らかいな。お湯に浸してあった。え？64分の1だよなこれ。ボルトの前の下64分の1だよなこれ。こんなことがあっていいのか。まあいいや、こいつじゃないと装備できないものたくさんある。絹のローブはまずできないだろうけど、鱗の盾はできると。さすがに盾持ってるもんな。え、じゃあ剣買わないと。石の置き場とかできない。天空、天空の剣。お前割と装備できる可能性あるだろ。まあ、剣が使える。剣は使えるのが確か。さすがに剣だな。まあいい、サイモン。お前、新入りだろうが。後ろにつけ。新入りだろう、お前は。まだこいつのキャラクター性がつかめてないから、どんな感じなのかわかんない。どんな感じなんだ、お前。後で聞こう。お前の、お前の喋り方。おお、つえ。やはりマッシュ。マッシュさん。マッシュさんの動きをよく見ておけ。そして参考にするんだ。盗めるだけ盗みなさい。そうしないと、君がさまよう鎧の間は追いつけないよ。なんか今すげえなんか上がらなかった。スパイスだっけ。結構こいつは成長するな。おお、お前ら結構成長するよな。身の守りよ。甘い息、甘い息、甘い息が。甘ったるい息。炎風さの甘い息。嬉しいような、嬉しくないような。もういいよ、お前ら。ていうか、もう100がやって1になしじゃねえか、もう。バギだ。バギ、そしてお前らに、これをやるぜ。甘い息をやるよ。はぁ、うふっ、うん、これがキャッシー。これがキャッシーなのか。そしてサイモンパンチ、サイモンパンチ。キャッシーやべえぞ。マジで頭脳派じゃねえか。薬草鉄の杖、誘う踊り甘い息。頭脳派じゃねえか。キャッシー、お、HP が9も上がった。さすがやな。あ、またなんとさまよう鎧を見つけた。一度目で起き上がり、そして二度目は物としてさまよう鎧が。俺のさまよう鎧運どうなってんだ。まあお前さまよう鎧守備力何が危険な匂いがする。でもいいだろう。だってお前あれなんでお前装備できないんだろう。お前はさまよう鎧やろうが、なんでさまよう鎧を装備できないんだよ。ていうかさまよう鎧って言えば見たことねえぞ。他のドラクエじゃ。なぜさまよう鎧なのという変わった防具が。さまよう鎧尽くしだな。あいつら怖えから行かねえよ。怖えよあいつら。お前のバギーを使え。あなたは私とウフよ。キャッシー&サイモン。ウフ。ワンツーが今決まったな。キャッシーサイモンの。キャッシーサイモンのワンツー。ワンツー得意やぞ。キャッシーのワンツー定評あるから。おお、サイモン早っ。しかも HP がまた10も増える。力が5だと。どこまで行くサイモン。どこまで必勝する。サイモン必勝する。これはサイモンありかもしれない。サイモンありの予感。でもあれがあるからな。そうだ、あ、そうだ、ちょ戻る。もうちょい2500ゴールドくらい貯めたら戻ろうか。インスペクター。くだらねえ。てかマジで特技が充実してきたな。能力バトル感出てきたな。聞かねえ。
しかしメガグランでも関係はない。アプールには関係ないぞ。おい、今この4人が、この4人の歯車が噛み合ってきた。でもそんなの関係なく、マッシュが力で吹き飛ばした。マッシュ、お前は強い。だからこいつキノコだからな、焼けるんだよ。よくアプールもリンゴだからよく焼けるし、焼きリンゴになるし、エンプーサも人だから火に炙られたらブスブスってなるし、ブスブスブス。しかしこの後ろにいる鎧、果たして効くかな。炎が、この鎧に炎が効くかな。サイモンによる炎は通用しない。多分やっぱりサイモン見ろよ。シンガリオ、シンガリオ見てくれ。まあシンガリア、マリアだけど、マリアがシンガリを務めている。マリアがシンガリを務めているからこそ俺たちは安心して戦えるのかもしれない。いや分かれんな、お前ら全員インスペクターなんだ。同じインスペクターやろお前ら。よし、まあとにかくマッシュが、マッシュがあのあれになってなきゃ大丈夫だ。マッシュが無事ならと大丈夫。よし、サイモン、サイモンのしんがり感やべえな。だってこいつは普通に剣と盾を装備できるんだぞ。サイモンは普通に剣と盾を装備できるんだぞ。サイモンはもうレベル、もう HP79 だぞ。もう追い越したんじゃねえか、キャシー。あ、キャシーも並んでるわ。これがサイモン、これがサイモン、才能、サイモンとかいう才能の塊。経験値持ってんな、エメラルドは。またサイモン、もう HP100 超えるぞこいつ。すごすぎるだろ。金を2500ぐらいにするしよう。そんなまたこっち来てレベル上げ、あっち来て行ってレベル上げみたいな、めんどくさいでしょ。そこそこもう装備全部変えるぐらいになってから行こうぜ。てかそのぐらいまでいけるっしょ。もうこの戦力なんだったらさ、この戦力ならさ。いやマジで強えな。でこいつら結構強いからね、この塔の敵って。こんなあっさり倒してるけど、こいつらがあっさり倒してるから一見弱いように見えるけど全然そうじゃないからね。実はこいつは強いから、俺が必死に弁護する。こいつら本当に強いんだよ、こいつら。ただそれ以上にこいつらが強いんだ。チラッ。まあでも倒したとしてもそんなに、ここにいるやつ結構経験値持ってるからさ。クールに行くぜ。俺は取り乱したりはしない。ドゥ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 。そして俺は思った、ひょっとして仲間になるのではないかと。下心は、これサイモンとして2上がるんじゃないの。サイモンの HP 値もこれ毎回こんな上がんのかよこいつ。9999ときて9。そして2サイモン、あ、6になったもん。もう衰えるの早いな、お前。まあでも、そりゃそうか。衰えるの、あの調子で上がってたらもうこいつはもう天を掴む存在になっている、サイモン。凄ましいな、サイモンの体力。しんがりが。お前その手に持ってる剣は何だ？戦いと同時に何だ？地面に刺すんか？殴るとき地面に刺して棒で殴るんか？拳で殴るんか？エビルプラント一瞬で、あのバランスのいいエビルプラント。しかしこいつら4人でも1000、あの230経験値持ってるから、やはりこの塔経験値全体的にうまいぞ。レベル、いつの間にこんな上がってんだ。11 13 11 6。そうか、メタスラー倒したからか。てかリンゴそんな経験値持ってんだな、お前。こういう時はインスペクターからだ。リンゴそんな経験値持ってたわ。インスペがね、うざいんだよ。
痛えなこのウルフ野郎。やはり4人いるとちげえ。当たり前だが4人いると全然違う火力が。だからてか4人いないと難しかったわ今まで。弱音を吐くけど今だからこそ仲間の頼もしさに弱音も出てくる。弱音も吐ける。なんかおかしいな。今までは強がっていたけど俺は今だから言えるぞ。かなり3人だときつかった。4人になるとさ敵の対象ターゲッティングも4人になるからさこっちが死ぬ可能性も減るんだよ。グッド。3と4の差か。もうこれ卑怯だろこれ。審判はいねえのかこの世界に。まあ退場だろこいつらインスペクター。そんな卑怯なことして。よし。トゥトゥトゥルトゥトゥトゥ。ていうかなんかさっきからマッシュが全然マヌーさんにかからない。これとして耐性と耐性と呼んでいいものではないだろうか。耐性なのではこれは。これはもしは耐性なのではないか。このバランスを見てくれ。そして後ろの夕日を見てくれ。夕日のレベル上げだ今は。夕日のレベル上げ編。パスへ向かって。なんだこの強さは。これマッシュだよな。マッシュおかしいやろこれ。こいつなら極められるかもしれん必殺技を。そのぐらいの強さがある。お前それだけの素質があるよ。あてかもうあれだ3000ゴールドいった。よし行くで。相当強くなったぞ。これマッシュの方が強い。まだ HP90 攻撃力101。サイモンは攻撃力74 HP100 なのか。それよりね炎の耐性がやっぱ重要なんだよな。燃え盛る火炎があるからさ。燃え盛る火炎があるからさ炎の耐性が。やめえ。いやこれあよかった。これで全員にギラ使われてた。よしぞ。あーなんかサイモンが。薬草やヒーラー。さすがヒーラー。おヒールする間もなく死んだ。いや経験値すごいな本当。数多いからな敵の経験値も多いぜ。おサイモンももう停滞してんじゃねえかお前。サイモンさっきまでの9はどこ行ったんだよ。999は9サイモンではなくなってしまった。そうだお前お前聞かせろよ。お前のマッシュも居残りだ。うるさいうるさいよお前。戦いの前の緊張感はたまらんね。ジンゴを返してはっはっ。戦いの前の緊張感はたまらんね。これ一種だけか。一種のやつもいるんだな。そうなんか一種のやつもいるんか。しかしこれでサイモンのことはちょっとだけよく分かった。こいつは戦いを楽しんでいる。それは確かだよ。おお雲早っ。雲の動きが。サイモンめ楽しんでやろう戦いを。こいつは戦いのために呼ばれた可能性があるな。戦いのために生まれてきた可能性が浮上している。おい一周じゃねえか。うろこの盾嬉しいだろ。それは嬉しいぞい。いやもういいだろお前。聖水を負け。聖水を。聖水がねえ。一行はオラクルベリーに到着した。そうだスゴロク。スゴロクやってく。1位の商品って何なの。1位の商品でなんかなんかさ1位の商品がなんかいいものだったら
それはラッキーじゃない、それはハッピーじゃない。スゴロクの景品の位置がいいものだったな。ハッピーを掴んでいこう。そして刃棒をくれ。あ、そうだ、鋼の剣も。鋼の剣ないんか。まあでも刃棒は絶対に裏マシ。刃棒あっての俺たち。もう鱗の盾が、鱗の盾いらんからな。まあ鋼の剣変わるっしょ、チェーンクロス売ればマシ。よし行くぞ。で死体が出てくるんだよ。ここでここで死体が前に出しゃばるのはおかしいだろ。よし行くぜ。そこ、ここあれ、ここだっけ。ドゥルテンドゥルテン、あれどこだっけ、ここ何っていうか、スライムレースか。そんなあんなテントの中でやるならスライムレース、まあちょっとかけてやってもいいけどよ、今俺は忙しいんだよ。あれスゴロク城どこ、あれスゴロク城どこ、こっち闘技場だよな。これちょっとやっていく闘技場。あんま戦い戦いばっかりでもな。ハッサン行けます。お前が引っ張るんだよこのチームの。行くぜ。っていうか10回だけなんだな、サイコロ心もとねえな。行け。今や敵じゃないぜ、トンネラ。敵じゃねえ。おお、ちょっと怖いぞお前、近いよお前、道具戦士。よし、さっき左行ったから、さっきじゃねえや、この間、いやこれもう、あ上行くか。どっちがいいのこれ、よくわかんねえや。あれもう見れない、こうなったらもう見れない。こます、なんか無難だな、なんか無難だなおい。いやもうまあでもそれぐらいだったな。なんか無難だな、お前らと戦ってる今ねえんだよ。これ逃げれる、逃げれなかったら袋叩きじゃないかこれ。おお見てくれ、キノコに生えてる。よし生えた、人生えしたぞ。嫌な予感がするな、っていうか今嫌な予感がしてたけど、俺はそれを乗り越えたぞ。さあ、ドナンマスだ、ラップを見よう。1,2,3,4、もう5マスじゃねえか。おい、この後ろに何があったんだ、なんでこんな押せんだスクロール、遅っ。ふっ、もうこれは6が出たとしても俺は戻らねえぞ、勝ち試合だな。ふん、おれはあ、これが呼吸法か、開運したな今、マッシュの呼吸力によって、マッシュの呼吸、それによって開運してしまった。なんだお前ら、いつの間に、あんたらいつの間にここへ。もうふざけるなお前ら、お前らこの支配員、小さなメダル、ふざけるなよ、ふざけやがってこいつら。これ出たらどうなる、出入り自由か、これ抜き差ししておこう今のうちに。あ、もう一回入ったらあとガバガバなのか。美味しく食べないでね。はあ、本当に歯以外ねえんだなこいつ、なんてやつらマッシュ。まあ刃のウーベナいつとなった時の金策になるよ。これ全滅した時に人がいねえと、あの金がねえからさ、まあ寒いよ鎧と売るもよし。寒いよ鎧ってこれなぜかヘンリーだけが装備できる寒いよ鎧、なんでだよ、なんで寒いよ鎧が寒いよ鎧を装備できなくてヘンリーが装備できるんだよ。よしちょっと火事にやっていくか、いいか今日は、今日はいいか、だってもう今日はやることがあるんだからさ、そんなカジノだなんて。いやでもやはりちょっとやっていこう、やはりちょっとやっていこう、前回やればよかったな。やっていくぜ。おい買わせろや、おばちゃん、今日はどうもついてないわね。
ほどほどにな。あんたはおそらく家庭を持っているのだから。あら、コインは、なんかコイン、コイン誰がくれるのこれ。え、え、何これ。おい、暗号交換所。そのコイン誰が売るんだよ。お前ら、お前か。キャッシャーってどこだよ。あ、お前か。影にいるな、お前。よし、20枚や。いや、これで400ゴールドは高いだろ、お前。本当に未然に起きてるぞ、俺今。よし、親父。世界中のモンスターたちが技を競い合う手に汗握る格闘場はこちら。ドロモンスター春日がズバリ当ててがっぷり儲けましょう。なんか複雑な気分だな、俺たちからしたら。モンスターを仲間にしよう。おお、リアル闘神、リアルイタチが。お化けネズミ、首長イタチ。A と B はどう違うんだよ。調子が悪いんか、体重をいい感じに絞ってんのか、首長イタチ言えば。なんでお化けネズミがそんな強いんだよ。お前らの、その、なんか、でもお化けネズミが強いみたいだ、こいつら。こいつらに言わせると。でもお前らの目なんて当てにならんから、イタチでいいや。ん？これ何枚かけてる？お前なんて5枚ぐらいかければ十分。これでもお前100円やからな、100ゴールド。こいつの総計200ゴールドかかってんだぞ。と言いながらいたち。おお、そんな、三つどもえの戦いに。早っ。お、お化けネズミ眠った。うお、テンポが早すぎるな、これ。いや、てか、ネズミ強すぎやろ、これ、いくらなんでも。絶対に勝てんだろ、これ。ネズミには。みんなの言うことは聞いとくべきだった。くそ。俺が独自の発想をしたばっかりに。自分のそれ、あ、そんなことできるんだ。あ、でもいねえや。そんなことできるんだな。なんだこれは。3の4がいかにも勝ちそうじゃねえか。え、でもこれ。え、これ4の5勝つんじゃない？なんとなく。これ勝つ流れじゃない？いや、そうじゃないような気がしてきた。でも2倍なんてかけた気しないだろ、そんなの。じゃあお前に3でいいよ。それ以上かけれねえわ。これだって60ゴールドなんだぞ。1の3や。おぉ。なんかひりつかねえな、いまいち。だってどうせ勝てないじゃんって思っちゃうんだもん、これ。あ、そっか、これ複数かけれるんだ。あ、そういうかけ方するんだな。なんだろう、このひりつかない感じ。とても手に汗握らない。3もだって画面界じゃん。22.4、 そんなの当たっちゃうの？ 22.4 なんて。じゃあこれ適当にかけてるらどんどん増えていくんじゃないの？いいよ、もう。第一面白くねえわ、そんなに。第一そんなに面白くねえんだよ、スライムレース。で、商品は？商品の全容を見せろ。エルフの飲み薬300枚、世界中の歯専門。世界中の歯は、これはいつかお世話になるかもしれないな。メガントの腕は、メガントの腕はキラーピアス全員装備できない。メタルキングの剣、グリーンガムの鞭、グリーンガムの鞭、キャシーが、いつかはメタルキングの剣、グリーンガムの鞭を。じゃあ行こう。ちょっとお遊びが過ぎたわ。ちょっとお遊びが過ぎちまった。急ごう。そうだ、この国の命運がかかってるんだ。でもこの国の命運、俺らにとってどうでもよくない？ヘンリーにとってはどうでもよくないかもしれないけど、そいつももう死んでるしな。なんかいまいち気が入んねえな。マッシュ、違う、マッシュアプール、キャシーサイン、デンデデン。おお、そうだ、刃棒手に入れるんだ俺は。刃棒をどうしよう。マッシュサイモンで行くか。キャシーはちょっと置いとくか。キャシーのついてこれる戦いではないし、それにキャシーに似た敵をさ、俺たちがボコボコに殴るのはさ、キャシーを見てられないだろ。なんかいい気もしないだろ。でもキャシーは自己中っぽいから、自分に似たやつが
を殴られても別にそんな気にしないかもしれない。むしろ自分と似たようなやつが落ちていくことでガッツポーズをするかもしれない。キャッシーは考えすぎか。いずれにせよサイモンでいくわ。サイモニズムを見せてくれ。さあその前にガンジーよ、お前の身を清める。お前の身を清めていくぞ。なんで逃げるんだよお前ら。やる気がなさすぎるこいつ。さっきからくそ年頃の男女になってしまった。ムカつくわこいつら。やる気がねえ、やる気がねえくせに。よーそれでいいんだ、それでいいんだ、それでいい。ついぶん殴っちまった。ガンジーも助走をつけて殴るレベルだった今の。仕方がない、世の中にはガンジーも助走をつけて殴るレベルということわざもある。うわウルベア一転して怖いやつらが。これ恐ろしい。おお火力が違うなこいつ。火力が違うぜ。よしこれでよしと。ちゃんと後ろをマッシュとサイモンにしたから。人がが出しゃわっても大丈夫。なんでだよ、おかしいだろこれ。この腹の立つシステム。ガンジー、ヘンリー、サイモン、マッシュ、マッシュサイモンだな、マッシュ&サイモンだな、マッシュ&サイモン。上がれの剣、おやっぱりサイモンできる。そういや、あ、そういや防御、そう防具の方が大事じゃないのか。まあいっか。お、ちょうどチェーンクロス打ったら。鋼の剣は装備できるぜ。やっぱりサイモンに鋼の剣だよな。お、ちなみにさまよう鎧っていくらで売れる？結構高値で売れるんじゃない？1500ゴールドじゃねえか。これはいいもん手に入れた。まあ使わねえだろ。売っていいっしょ。売っていいでしょあんなの、さまよう鎧なんて。でもサイモンを捨てるわけじゃないから気にするなよサイモン。気にするなサイモン。気にしてねえか。こいつのメンタルは一流だからな。サイモンのメンタルは一流のメンタルを持っている。意味もなく迂回してしまった。フラッグのようにあの兵士をチェックポイントとして。さあ行くぞお前。結構ハゲてるな。上から見たら、上から見下ろしたら。でも気品もあるな。あのハゲを風格としている。なんだ何やってんだ。あそうか、俺殺されたからこういう構図になってんだ。こういう構図にずっとこうしてたんかお前。俺らがカジノにいる間も。さあ みんなよ、今の心境教えてくれ。化け物前にして戦いの後の一服はたまらんね。なんということだ。サイモンもうすでに戦いを終えていた。サイモンにとっても戦いは終わっていた。イメージトレーニングは終了していた。イメトレ終了。もうとしてサイモンはこの別の部屋でイメージトレーニングを終えたのではないだろうか。仮想偽大号に。とんでもないやつだサイモン。あ、ちょっとルカニが欲しいかな。でもう笑い袋とかにも一切構わずにいこう。よし、これは素晴らしい。わあもうやっぱり強いよこいつ。非常なまでの強さ。でもこいつ連なんとかなくね、連打はしないと思うんだよ俺は。きつい、いやきつい、マジで強い。しかも薬草持ってねえやん。あ、かわいい。よし、うまい。いや、うまいのかこれ。死ぬんじゃねえのか。もう殴れ、もう殴るしかねえ。よし、それでいい。それリセットされるだろ。もう殴れ。よし、これでいい。いや、マジで強えんだけど、何こいつ。マッシュ、行け。もうとにかく、グダレ、仲間呼べ。
いやもういやマジで強えなこいつ、何なんだよ何なんだよこいつ。棺の山が金もねえぞ。俺はねあれだ、鎧が足りてん。いやもう今日、いや今日倒したよ俺こんなやつ。こんなやつにそんなないかも。ちょっと街に飛ぶわ。まずさまよう鎧を売って生き返らせよう。そのためのさまよう鎧だ。うーん、そいつを撃ちまうと二度と手に入れないかもしれないで、それでもいいのか。いや別に、だってどうせ誰も装備できないし呪われてるだろ。第一生き返らせよう。まずはで防具だよな。俺ね気になる防具があったんだよ。気になる防具があったんだ。気になるお店が鉄の盾っていうね、鉄の盾っていう盾なんだけど、炎と吹雪を軽減するっていう。買う前に分かるんだよね、教えてくれるんだけど、特殊効果の欄に炎と吹雪を軽減するって書いてあるんだよ。それがあればさ、っていうかサイモン何も装備してねえから、鱗の盾しか装備してねえからさ、防御力を強化すればヘッドしたらいけんじゃねえかなって。なんかしゃっくりが出るな。食べてすぐ実況するとしゃっくりが出る。え、なんでないんだ鉄の盾が。なんで鉄の盾がないんだよどこにも。ちょっとアルパカ。でも鉄の鎧とかでもまあまあ、青銅の鎧700で74でしょ。鉄の鎧1200で78だったら青銅の鎧の方がいいでしょこれ。てか鎖片びらでいいでしょこれ。すまねえな、鎖片びらなんて装備させてしまって。鉄兜、それでこれだな。鉄兜欲しいな。ここまで金を使っていいものやら。じゃあこの刃のブーメラン今こそ。あ、てかなんか売るもんあったよね。絹のローブ、銀の髪飾りもいらねえか。もう銀の髪飾り装備できるやつ来ねえだろ。キャッシュができないんだったら、キャッシュができないんだったらもう英語無理だよ。サイモン、よしこれでいい。よしこれでラストチャンスつかみに行こう。だいぶ強くなったろこれ、守備力。あれそれでもまだ、てか何この身の守り81、サイモン46。逆だろお前それ。なぜこんなに硬そうなサイモンとこんな柔らかそうなキノコが。やはりあれか、呼吸力か。なんだよそれ、なんだこいつ。あ、そうか、夜にあそこに入れないってことか。あのおじいさん一人きりでこんなところにいて寂しくないのかしら。マリアやるねお前、おじいさんに皮肉とはやるものよ。マッシュ&サイモン、これさ俺マッシュ&サイモンでやってるけどさ、ひょっとしてアプール&サイモンなんじゃない。アプール&マッシュなんじゃない。そうじゃない俺今思ったけど、だってルカに使えるじゃん。いやこれアプールだわ。いやそうじゃねえよ、そうだよ。俺はもう完全にサイモンのが強えじゃんって決めてかかってたけど、でもアプールのが強いでしょ。気づいたか、そこに。サイモン連れてきてないのにサイモンがいない。俺は何も見ちゃいないぜ。お前らも黙っておくのが身のためだろう。なんだこの世渡り、傭兵としての世渡りがすげえなこいつ。傭兵としての立ち位置、立場をわきまえてやがる。さあ行くぜ。俺たちは諦めが悪いんだ。マッシュ&アプール、やはりマッシュ&アプールだったかこの二人。ルカニだな、ルカニがあるからな。よし、しかも100を、こいつ100も守備力ありやがったのか。どうりで硬いわけだ、硬いと思ってた。よっ、すごいダメージ。ガンジシス、ガンジ焼きが完成した。わあ薬草しまった、まあいっか一人だし。
でも こういうやつも後の生涯になりそうなやつだ。うわっつ、よし、もう殴れ殴れ、もなんかいけそうじゃないこれ。うわもう、いやもうこれもう無理、あれ耐えられない、絶対あれは絶対に耐えられない。いや今のいけたと思ったんだけどな。寝るわもう今日は。